どうもっちです。今日はですね、こちらつぶつぶのプレミアムボックス確率アップの方をまたやっていきたいと思います。今回ですね、また美女と野獣のリベンジなんですけれども、前回はこちらガストン、これがですね残り1回でなんとか引くことができました。で、今日はこちらムニエールの方をですねまた狙ってやっていきたいと思います。で、コインの方は31万コイン貯めたので、また10回ですね引いていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。さあ、じゃあまず1回目ですね、引いていきます。さあ、どうだ、こい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 、うおすげえ、1回で出た。ちょっとあまりにも早すぎてかなり動揺が隠せない。とりあえず出ました。ちょっとですね、もうこれですね、曲は皆さんの方でも聴いた後でちょっと聴いてみてください。今回曲付きですね。フィーバーが始まり、ランダムでツムを消すよっていうことですね。はい。で、今回ですね、またまたおなじみの、ちょっと一回で弾けちゃって、尺があまりにも短すぎるので、またこちらですね、シンデレラがどうやら今回も入ってるみたいなんですね、こちら。なので、このシンデレラをですね、狙って残り28万コインやっていきたいと思います。早かったな、出るの。じゃあ、早速、残り9回ですね、やっていきましょう。さあ、どうだ、行くか。おー、サプライズエルサ。まあ、ちなみにですね、今回の新ツムもですね、まあ、ここで出ればレベルがどんどん上がっていくので、まあ、出ればラッキーという感じでやっていきたいと思います。さあ、どうだ、来い。あー、パスカルもだいぶ上がってきたね。もう 43%。結構、なんだっけ、ヤンゴイスターの時は、全然、こう、ガチャ引いてても出なかったんだけど、なんかシンデレラになっ、こう、シンデレラの方は、なんか最強ツムって言われてる割には、結構、ガチャ引いてても出てくるんだよね。で、まあ、僕、個人的な、あれなんですけれども、判断としては、多分、ヤンゴイスターはポイント稼ぎツムじゃないですか。だから出づらいのかなと。おお、また出た。スキル2になりました。やっぱりコインをね、ガンガン稼げちゃうと、多分ツムツムすごいスピードで進めちゃうので、出づらいのかなと思うんですよね。実際もう、数ヶ月、3ヶ月ぐらいやっても、ヤンゴイスター1体出るか出ないかぐらいだったので、この頻度でやってですね。まあ、実際もっとやってる方はもっと出てるんだとは思うんですけれども、で、シンデレラの方は多分コインとはそんなに関係しないのかな、ちょっとわかんないんですけれども、まあ、どちらかっていうとスコア重視のキャラクターだと思うので、おー、野獣が出た。あ、野獣のスキル5になりましたね。おー。まあ、スコア稼ぎの積むだと思うので、まあ、逆にそのスコアだったら得点高得点出せるっていうだけなので、まあ、出やすくしてるのかなって、まあ、僕の中で思ったんですけれども、どうなんですかね。はい、じゃあ次行きましょう。ちょっと画面が遅れてるかな、大丈夫かな。さあ、どうだ、うわ、すごい、なんか今日このブニエールめっちゃ出てくる。すげえ出てくる。はい、あと3回ですね。すごいな、前回とは打って変わって、ま、ガストンが全く出てこない。どうだ、あー、スベンも久しぶりに見たスキルアップですね。まあ、これもね、またこういろんなキャラクターが育っちゃえば
それだけ揃ってるキャラクターが減ってくるので、新しいキャラ、ツムツムとか自分が狙ってるツムとかですね、出やすくなるんですよね。だからできたらそちらもちょっと育てておきたいというところもありますね。ちょっと読み込みが遅い。大丈夫かな。重いな。さあどうだ。バズライトイヤー。バズももう5だ。はい、ラスト1回ですね。やっていきましょう。おまた最後にガストン。なんだろう、ガストン残り1回で出る傾向であるのかな。スキルアップですね。毎分出現率 60%。 これはどういうことなんだろう。なんかまだガストン実は使ったことないんですけど、またちょっと後で使ってみたいと思います。どういう意味なんだろう。はい、というわけでですね、今回はこちらですねまだ開いてもいなかった、前回引いたこちらガストンと、今回引いたこちらルミエール、2体ともですね、なんとか出すことができました。ちなみにですね、今回セットしていたツムはピートをセットしてました。こちらですね、ヤングオイスターセットしてた時はなんかあんまりなんか出るなっていう気がしなかったので、やっぱりピートの方がなんとなくなんですけど、僕のこのツムツムの中ではまんべんなく出るイメージがあります。なので、今回もピートをセットして引いてました。はい、というわけでですね、今回は2体とも出すことができました。またですね、何かあり次第ツムツムの方やっていきたいと思います。この動画がまた見たいと思った方、高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。あと、ちーチャンネルでは、Facebook、Twitter もやってます。いいね、フォロー、お願いします。ちーでした。おー、今日は、よかった。